坂田市立木象小学校は山形県坂田市にかつて所在していた市立小学校である。本校敷地跡は坂田市立亀ヶ崎小学校の高地となっている。本校の創立は1874年3月の浮川学校開校に遡る。開校は同年5月の清原学校の開校を起点とする。幾多の合併と改唱を経て1883年より、 亀ヶ崎小学校と称した。1947年に坂田市立となり、1969年4月に隣接する坂田市立西平田小学校と統合、坂田市立江南小学校の分離独立を機に、坂田市立基城小学校に改称した。1988年には坂田市立松原小学校が分離独立し、学区が再編されている。 児童は亀子と呼ばれていた。2014年度に入り、本校から分離開校した江南小学校の生徒数減少に伴い、統合が実施されることになる。本校は江南小学校とともに廃校となり新たに新設される小学校の所在地は本校敷地内に決定。名称はかつて本校が称した坂田市立亀ヶ崎小学校に決定した。なお、 本校の校舎は、体育館棟を除き2012年上旬にすべて解体され、解体後から2014年にかけて、亀ヶ崎小学校の新築工事が開始された。廃校は2014年3月31日で、直前には体育館にて、平行記念式典が挙行された。学区は、宇都宣言村を中核にし、もともとは学校の西側は一面の田園であったが、 高度経済成長期になって宅地化が進み、児童数が1200名近くに急激に増加したため2校の分離校を新設した。その分離校の一つは2014年3月31日に並行した高南小学校である。ありがとうございます。